ルイス・アラゴネス、ルイス・アラゴネス・スアレス、ルイース・アレゴネス・スアレス、1938年7月28日から2014年2月1日は、スペインのマドリード出身の元サッカー選手、サッカー指導者、主にリーガ・エスパニョーラのアトレティコ・マドリードの選手、指導者として活躍した。 1964年から1974年まで、選手としてアトレティコ・マドリードに在籍し、10シーズンの間に、リーグ戦265試合に出場して123得点し、リーグ優勝を4度、UEFA チャンピオンズカップ準優勝を1度、インターコンチネンタルカップ優勝を1度経験している。スペイン代表としては11試合に出場して3ゴールを決めている。 指導者に転身してからは、アトレティコの監督に4度就任し、1976から77シーズンにプリメーラディビシオン1部優勝、2000から01シーズンにセグンダディビシオン2部優勝を果たした。2004年にスペイン代表監督に就任し、UEFA e u ロ2008でスペインに44年ぶり2度目の優勝をもたらした。 同大会後に代表監督を退き、トルコのフェネルバフチェース系監督に就任したが、わずか1シーズンで解任された。2014年2月1日、スペイン・マドリッドの病院にて死去。1957年に CD、ヘタフェからプロデビューし、エルフというニックネームを授かった。1958年には、レアル・マドリードと契約したが、レクレア・ティー・ボ・エルバや、 エルクレス CF、ウェダ CF などにレンタル移籍し、レアルマドリードでは AD プルスウルトラリザーブチームの試合に出場したが、ついにトップチームでの出場は果たせなかった。1960年、レアルオビエドに移籍し、プリメーラディビジョン一部初出場を果たした。1961年から1964年まではレアルベティスでプレーし、 リーグ戦86試合に出場して33ゴールを決めた。1964欧州ネーションズカップのメンバーにも選ばれた。アトレティコマドリード在籍中は大きなブーツというニックネームで呼ばれ、フリーキックの名手として知られた。彼は紛れもないストライカーであり、1969から70シーズンには同僚のホセ・エウロヒオ・ガラテやレアルマドリードの アマンシオアマロと共に得点王、ピチイチ賞の栄誉を分け合った。1974年の UEFA チャンピオンズカップ決勝バイエルンミュンヘン戦では、先制点となるフリーキックでの得点を決めたが、延長戦、終了30秒前に土壇場で追いつかれ、試合は1から1の引き分けに終わる。そして、再試合は0から4で敗れたために準優勝に終わった。 1974年に現役引退し、そのままアトレキコの監督に就任した。すぐに、オルタレーサの賢者という呼び名が定着した。しかしジムが良いで、筋骨隆々の体つきになったため、マッチョという呼び名に変化した。u e f a エウロ2004終了後、前任のイニャキサエス監督の解任に伴って、スペイン代表の監督に就任した。2006フィーファワールドカップ。 ヨーロッパ予選を勝ち抜き、スペイン代表を 2006FIFA ワールドカップの本戦へ導いた。グループリーグは3戦全勝で通過したが、フランスと対戦した決勝トーナメント1回戦では、ダビド・ビジャのゴールも及ばず1から3で敗れた。大会後に契約を2年延長した。ラウル・ゴンサレスは、アラゴネス政権下で代表100試合出場を達成したが、2006年9月にラウルを スペイン代表から外したことで議論をかした。UEFAA ウロ2008でも2年前と同じように3連勝でグループリーグを突破し、準々決勝では世界王者のイタリアに PK 戦の末に勝利し、準決勝ではロシアに3-0で解消し、決勝ではドイツにフェルナンド・トーレスの得点でセリ勝ち、44年ぶり2度目の欧州制覇を成し遂げた。彼は言を性格であり、 UEFA ウロ r 2008準決勝のロシア戦でアウェー用のユニフォームを着ることを嫌い、またユニフォームの色は黄色ではなくカらし色であると主張した。2008年7月5日、UEFA ウロ r 2008期間中に仮契約を結んでいたトルコスユペルリグのフェネルバッフチェイス系監督に正式に就任したプリメーラディビシオン特典王に輝いたダニエル・グイサ。 などを獲得して2008から09シーズンに臨んだが、リーグ戦は4位で、UEFA チャンピオンズリーグは、グループリーグ敗退と不本意な成績に終わったため、2009年6月、成績不振を理由に解任された。2004年のスペイン代表でのトレーニング中、ホセ・アントニオ・レジェスに刺激を与えるために、 レジェスのチームメイトであるティエリ・アンリに対して人種差別的発言をしたことがスペインのレビ番組制作スタッフによって明らかになった。この問題はイギリスのメディアによって問題にされアラゴネスの解任を訴える騒動となった。UEFA はスペインサッカー連盟に10万スイスフラン、8万7千 US ユードルの罰金を課し、今後同じような問題を起こした時にはさらに厳しい。 態度を取ることを警告した。UEFA は主要国際大会への出場停止処分やスペインの公務戦での無観客試合の処分もあり得ることを記した。これに対してアラゴネスは自身が人種差別主義者でないことを主張し黒人の友人がいることも主張した。ブラジル出身の黒人でありスペインに帰化してスペイン代表に招集されていたマルコセナは彼は 人種差別主義者ではないよ。僕がスペイン代表入りする際にいろいろな面で助けてくれた。フリーキックの練習をするときには、へえ、hey, ブラジル人。そんな精度の低いボールを蹴っていないで、ネリーヌのような精度の高い落ち葉シュートを蹴ってみろよと挑発することで選手のやる気を高めるんだよと述べ、彼を擁護した。スペインメディアで単に、ルイスといえば彼のことである。 メディアからの単独取材には原則として応じないことで知られることから2002年にコータニシ元アトレティコ株組織コーチがとの取材でインタビューした際には現地の新聞にあのアラゴネスに単独インタビューした日本人は何者と取り上げられたほどであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。